神経衰弱大食い対決。やだ。どうもキョウちゃんです。ありがとうございます。教室に来ているんですが、はい、テーブルがたくさんあります。机がたくさんあります。さあ皆さん、キョンキョン対決、まあ神経衰弱で食べさせないように対決したことあるんですけど、はい、教室でやったらもっと面白いじゃないかなって、はい、教室の机の中に食べ物がたくさんあります。全部同じ種類で2個ずつ、この2個ずつのやつを揃えたら相手に1個食べさせられる大食い対決。はい、まあ、単純に神経衰弱ですね。これも単純な大食い対決と、あと神経衰弱ですね。いやーむずいなこれ。結構普通の神経衰弱より覚えにくいんじゃないかなと。俺ね逆だと思う。これさ意外とさ、右に束、真ん中2つに束、左に束あるじゃん。お腹いっぱいで脳みそが回んないとか、そういう時代がなきゃいけない。神経衰弱を大食いにすると食べ過ぎた方が頭回らなくなるという事件が起こるんですよ。ありましたね。ありましたね。ギブアップした時点でなくなります。はい、でご飯を食べる時間、軽食の場合2分になります。2分で、弁当重い子の場合は5分で食べるようになります。2分と5分ですね。という感じでもうね、早速行っていけるんですよ。もう机の上に全部隠れてるんで。でね、僕らお腹やってます、ちゃんと。そうなんですよね。そして今回、まあ、僕激辛生活中なんですよ。という感じで辛くします。ちゃんと辛くします。なので、待って、でも甘い系のものとかあるでしょ、きっと。甘い系のものにも辛いものを食べるという地獄が行われます。勝ったわ。やめとけよ。まず難易度がもう違うみたいなの言い過ぎてさ、ずっとかわいそうがられるの。だってバランスおかしいんだもん。例えばじゃあシュークリームがあったとしたらさ、そうだよ、かける。罰ゲームじゃんそれ。だってシュークリーム、確かに。だってしょうがない、始めちゃったんだもん。そうだよ、払ったってやるしかないんだ。言っとけようぜ。いやお前あれだわ、これ確かに甘いもん2つ揃えたら性格疑われ始める。うまく悪くないですからね、これ。もう勝負なんて僕が勝手にやってる激辛だから。じゃあ見つかってんのに、いやこれカレーに合わないからやめとくかなんてずらすようなもんでゲーム成り立たないですよね。そうだ、勝ちに行ってください。勝ちに行ってください。分かりましたね。はい、それでは行いたいと思います。それでは行きます。はい、最初はグッチョマッチョ、マッチョ。俺ジャンケン最近誰にも勝てないんだ。じゃあ俺先行で行こうかな。クマちゃんの先行から、どうぞ。はい、だいたいこの辺座ってること多かったので、とりあえずまずここ。はい、お、でかい幕の内弁当。一発目これ揃えたら結構えぐくね。じゃあ僕中学時代一番楽しかった席ここなんで、ここが俺中学時代一番楽しかったこの席にいるところだ。あー軽い。え、シュークリームだ。やめない、シュークリームだ。シュークリームあんじゃん。まあ一旦目なんで揃わないのはしょうがないです。僕のターン、はい、見ていきます。お願いします。これは多分この辺だったんです席。この辺だったんです。ここ行きたいと思います。俺ね、後ろから後半数えて真ん中の方のここでこうやって隠れてる。ここの席行きます。ドン。たっぷり食べたいプリン。重いな。よし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 。さあ次、次は俺ちょっと前の方に行こうかな。じゃあここかな。じゃあ僕こっちの席行きます。はい、はい。じゃあコッペパン、コッペパン来ました。結構甘いの多いじゃん。はい、でじゃあ僕小学校6年生の時に急にバレンタインチョコをもらった思い出のある席。え、すごい席覚えてる。はい、シーチキン&コーンサラダ。あと高1の時にほぼ喋ったことない子に急にチロルチョコもらった思い出のある。お前すげえ覚えてる。おにぎり。はい、じゃあ僕行きます。お願いします。この席がまだ全然行ってないから、この席と小学校の先生が学級崩壊みたいなので、小学校の先生みんなバカにされてたんですよ。よく話聞きますね。そう、バカにされてて、もう生徒が全員から死ねよ、帰れよとか言われて、それ僕、大きな声でやめなよって、先生死ねんなって言って僕いじめたことあるんですよ。そこの席がね、多分この辺だった。え、嘘か。くそーくそー、イエーイ。やばい、一番嫌だ。でそれをキョンちゃんに食わせられれば相当勝てると思う。うん、相当勝てると思うから。たっぷり食べたいプリンを贈呈でございます。そして今回ですね、揃った時点でもう自分とは終了でございます。そうだね、もう一個行くことはできません。え、待って待って待って、これちなみに何分の方。それ5分差し上げます。いいんすかね。どうぞ。やった、やり、はい、いきなりでかいプリンで。これな。いや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 、めっちゃ面白い。これ食わせられれば勝てると思ったのに。ゴー。いや、これマジ激辛にしてたら俺死んでたよね。どう？うん、腹立つでしょ。腹
腹立つさ、腹すかして臨むからさ、最初まずしょっぱいも食いたいんだよ。だいたいなんか最近こういうのが食わされてる気がする。だってクマそれ一撃必殺でしょ結構。うん、うん、いやこれやばい、機嫌悪くなるやつ。よかったー。早くない？早くない？かけたかけた。うん、やめろよ。最近そういうの好きだよ。でもここにもなんか徹しないみたいな、なんか徹してないわ。徹してなんで口から出すの。ほんとに。うわ、最初プリンはもう最悪だ。え、俺プリンでデスソースだったらギブだわ。その時点で。はい、完食しました。お疲れ様です。それではクマくんからまた聞いていただきましょう。俺にはとっておきの席があるんだよ。で、俺高2の時に好きな子の後ろの席になって、あのプリントを後ろに回す時に毎回ドキドキしてた時の席。めちゃくちゃ覚えてる。この人めちゃくちゃ覚えてる。こう軽いスリッパー。あ、でもこれは今回当たりだぞ、これ。あー、そうだ。じゃあ適当にか、ここ。あー、でかい唐揚げレート。おお。あぶね、これマクドナルドだから終わってたわ。はい、私行きます。この席が、まあ、1個しかいない。あの後ろの席、後ろの2つの左側。あこの席。いや、頼んだおにぎり。あー、待って、これそれ、焼きしゃきた。おにぎりすごっ、焼きしゃき来ました。マジかよ。おにぎりのターンです。これは2分食べてくださいね。今単純に運で負けてる。はい、じゃあ、どうぞ。冷えて米がポロポロになってる。もう遅い。運で買ったってなってるかもしれないけど、うん、これね、運でしか食べないです。運以外の要素ないんだよ。記憶がいらないの。うん、確かに。そうなんです。いい何分目になる？7。7よかった。はい、完食です。素晴らしい。じゃあまたクマくんのターンだ。やばいぞこれ。これさ、取ったとこ忘れたら終わりだよ。そこが、そこだけは覚えてる。そこだけが記憶なんだ。さ、そこ、そことりあえずまだ開けてないでしょ。はい、サンドイッチ、卵サンド当たんねえな。じゃあどうしようかな。じゃあ出席番号1番いこうかな。うわっ、重いミートソース。うわっ、これやられたら俺一撃だわ。よし、きょうちゃんのターン。はい、コッペパン。やったー。はい、コッペパン取れました。やば、俺一個も食わせられてないじゃんまだ。すごくないこれ。俺本当に何食べてないよ。やべー。ちゃんと難易度揃ってた。確かに激辛にするんだったらね、これで勝負トントンかもしれない。何かもしれない。え、いけんの逆に。やばいかもしれない俺。それではもう行っていただきましょう。レディー、ニューゴー。モザイク大変なの。モザイクがすごいね。今ね、甘いものを2個だいぶ減らせたのかも。もう俺の頼みはスニッカーズしかない。スニッカーズ辛くしたら相当気持ち悪いはずだから。うん、あ、やばいよ。ワンチャン2分間に合わないよね、これ。もう3個。もう3本。こんなにこういう対決で圧倒的なの初めてだね。大丈夫ですか。ワンチャンあるぞ、ワンチャンあるぞ。あ、無理じゃん、無理じゃん、無理じゃん。5 3 2 1。いかがですか。ご視聴ありがとうございます。見た人みんなが全力で楽しめるかい。
ええ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